This program is the Nawaka Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wara. Moekaf TV. じゃあ、矢部さん、おはようございます。おはようございます。やれーす。あのね、そう、聞いてよ。そごうに行ったわけ。アウターはもう持ってきてなくて、なんかちょっとあったかいのあったらいいなと思って見に行ったわけよ。まあ、めっちゃ長かったから買わなかったんだけどね、アウターは。可愛いデニムがあってね、50% オフになってたわけよ。2万のが1万ぐらいになってて、めちゃいいやんと思って、ちょっと試着したいなと思ったんだけど、店員がいないのよ。はと思って、履いて帰ってやろうかなと思って。ダメやけど、店員おらん方がダメやん。店員おらん方がダメって、いや、万引きする方がダメなんだけど。やけど、意味がわからんやん。本当に。5分ぐらいおったわけよ、そこに。結構イラッとして。むしゃくしゃして、うちに行ったら3万負けた。すぐ時間あるとうち行くよね。ちょっと好きなんだろうな。なんかその空き時間もピアって行くのにさ、朝から行ったらさ、ここ出らんけんとか言ってわがままここ出らんけんとか言って、出らん店にそのまま置いてきとるやん。本当よ、何や、あそこマジで。駅と直結しとうけんで調子乗んなよマジで。違う、大道もできんし。せめてまださ、店員買ってきたのよかったわ。いや、やけん店員がおらんかったのが全部いかんというやけん。違う、それでパチンコ行くのがおかしいやろ。店員をさらって3万とかして、なんで怒ってんの。いや、怒ってないよ、だって、あ、怒るよ。はい、というわけで今日はガーデン川口ですけどね。じゃあ俺は許せんよ。何を許さない。俺の金だよ。いや、そうだけど、自分の金っていうの分かってるよ。いや、それがね、借り聞きたくなかった。俺も言わんどこうかなと思ったけどもうほんと、まあ、あと年内はちょうど今日で2回。いや、もう28日よ。今日は12月28日年末も年末ですけど、28日ガーデンに行きます。ガーデン川口産業店。ガーデンクソだからな今日。いや、ただ、はい、僕も聞いた話によると28ってもっと旧イベントに庭の日。あ、ガーデンだけかけてね。そうそうそう。庭の日だけにやっぱ強いっていうのは番長が番長もう強いんだろうけど、強かったんだろうけど俺調べてないんだよ、あえて今日何も。あー、でもね、本当によくある。あー、遊び心ない系か。一切なかった。じゃあ秘宝やな。とりあえず並び順なんですよ。あ、マジで。ですです。だから無理です。多分無理。秘宝伝打ちたかったな。俺も秘宝伝は来年でいいかなと思ってる。あら、月またがないとさ、引きって取ってこないじゃん。ああ、いや、やけどね、あの月の満ち引きに関係してると思うんだよね。あ、満月。でも満月終わったやろ。終わった。多分いけると思う。いや、その日に負けてんだから満月の日。ほら、そうな。俺一番前の人に何時だろうか聞いて。あ、ちょっと持ってってください。ゆうは何しに川口へのこうなんですけど、何時から来てんの。やば引くわ。何打つの。あ、聞いて驚け、聞いて驚け。一番先頭5時ってやばいやろ。バイトせえっつってね。何しに来たの。いや、ゆうは何しに川口へって言ったら取ってます。いや、取ってならんでいいけどさ、その理由を聞いて聞いて。何を使うとか。秘宝、秘宝。いや、秘宝って、マジ。朝から末尾8位、これガルパン4しかない。末尾8、末尾8行ってもいいけどさ、俺絶対7か9やん。どうもー。45分から経過お願いいたします。あ、はい。何番。シシおシシ。ああ、じゃあなんかそれなりに取れそうだね。ザッス、ザッス、
っす。あっす。シーサーみたいな、シーサーみたいな点がおる。シーサーみたいな点がおる。うっす。ダメか。日本はダメか。さすがにあかんか。乙女がね、西国じゃないよね。西国じゃないのが4台あるんだよ。前のなんよね。ちょっと気になるよね。おう、いやまあ一応あの家康縛りとかもできるわけよ。しないけど。縛れるんよこれ。バトルロワイヤル家康が勝ったら300ゲームスタートみたいなのあるから。あ、そうだ。ああ、じゃあそれでいいよ。いや無理よ、さすがにせんよそれは。せんの？せんせん、無理だから、行かないから絶対。俺それでいいよ。マジ攻めるね。急乙女久々に。ああ、ガックンはない。全然打ったことない。おもろい。あの、俺は好き。一回5000枚ぐらい出したことあるんだけどな。まあ、乙女フェスティバルも導入されたし、次乙女また出るんでね、予習と復習を兼ねて。よし、139ゲーム投資が6000円。まあ、ああ、そんな感じ。惜しいね。最初から今回86ゲーム。よし、あの、だから乙女ロワイヤル、乙女ロワイヤルがこれ、あの、なんかこれよ。行かないから、マジでこれ。行かん、行かん、マジで行かん。中断チェリーぐらい引かないと行かないんじゃない。一番無謀な縛りだと思う、これは。AR で入らん。ああ、え、いけるわけねえやん。そういうこと。乗せられてするんじゃなかったわ。行くわけねえ。おっと、うん、ART に行くかもしれないよっていう8ゲームの。おの、チャンス。弱いよ。よし、ART やった。52ゲーム早かった。おー、いった。うまい。上やな。なかった。乙女アタックか。
こよ、ここよ、頼むよ、行け、よし、よう当たる、バトランランがあってもいいと思うんですよ。見てよドラゴン、よし、やった、投げ場がこうですよ、ここでね、レイアク引ければね、うまい、おー、うまい、よしよし、枚数あれ千枚ちょい、まあ出玉あるときはするよ、なら酔ってもしょうがない、マジ300成功した、今日じゃ一発っていう、まあ薄いよね、レア、まあ薄いとこだと思うよ、行こうや、ちょうど飽きてきたところだった、大移動できないの、流さないか、一応プラってる、投資一番だからっていうか、今まで20段あって、箱使ってるのが3人しかおらんわけよ、チャンスで20回引いて、ART が2回、誰嫌い、まあ、まあまあ腐ってる、挑戦してください、爆音にしてよ、なんとか頑張ってね、上げてる、あ、おい、やめて、そういうことよね、まあ、けどやっぱりボーナス引きから始まらんわやっぱ初期で200ぐらいないとどうにもならん気はするよね、そうね、ああ追加投資まあけど歴代一番役に立たんヒロインなわけよ、可愛いだけっていうこの顔ね、うっとり、暴れ、あ、早い、なかったから終わったってことだろうし、このまま
ね。やっぱダメよね。刺さらんね。金がないと刺さらんね。むずいね。50ゲームでチャンスで引けないわ。いや、俺300あってもさ。そうやね。そうやね。日本でしんどくね。この子さ、レオンの子孫やない？そうなん。だって鍵はおじいちゃまにもらったって言ったし、レオンも髪青いやん。どうでもいい。けど、おじいちゃんが、おじいちゃんから鍵もらったって言うだけ、レオンの親父がおじいちゃんやけ、娘かもしれん。で、俺の親父もトレジャーハンターだったって言ってたから、ビッグの息子かもしれんね。タンクトッパーやし。まあ、手は洗ってないってことだよね。俺の親父もパチンカスやったもん。俺も。血は争えってことやね。言い方が悪かった。俺の親父もトレジャーハンターやった。俺の親父も、なんならおかんも。4万円目。もう次の ARG で俺見てる。じゃあ、俺も。それ以上入れても、そんなにリターンがあるような機種じゃないけん追うのは危ない。だからもう一回味わいたいって。そうね、同じくだから一回味わいたいやつ。ちょっと待ってない？253ゲーム投資が3番目で投資36円、投資が3万6000円。やめて。当たりは500分の1超えてるもんね。
最初の乙女が668枚で、伊保が669枚。おいおい、微妙にミラクル。さてさて、どうしようかな。とりあえず現金がないから流すわ。というわけで、やってきました、ランマ。っていうのもなんかね、ここの羽物は定量性らしい。定量性も意味もよくわからないけど、まあ、あれやろ、化け放題みたいな感じやろ。で、5000発打ち止めらしいから、まあ、サクッと5000発出してくれたら、5000発だとねちょっとマイナスなんだけど、まあもし5000発で打ち止めですって言われたら、うるせえって言って打ち続けるわ。うるせえやつらって言って、はい。いや、なんか定量制ぐらいっていうことはなんかめっちゃ楽ってことやろ。いいわ、めっちゃ楽わ、確かに。まあそれが当たることとは別やけどね、ストレスはない。そして後ろのザルバがクソうるせえ。甘デジのくせにあんなキュインキュインやがって。よし、早い、500円。3ラウンドはやめて、3ラウンドはやめ、3ラウンド。褒めた途端全く回らなくなるっていう。気づいたんよね、トントンにするために打ってるわけじゃないよ。シコシコ跳ね戻ってる場合じゃねえわ。思い出したわ、最初戦国乙女打っとって俺が打ってた台が3、4千枚、ナヨさんが打ってた台が5、6千枚で出たんよ。っていうことはもう乙女フェスティバル、癒されよう。本日当たり19、110回の298回転から。お？あれで疑似連直りするだけか、やべえな。まあ200分の1やったらそれなりに早めに当たってくれるだろうと思って打ってるわけですよ。大草原、深い日とかいいって、そういうの、そういうの気持ち悪いわ。これもう一緒に、はい。やっぱね、乙女ライブだからライブできたぐらい楽しまないか。おうおうおうおお、攻めるね。私も投資で攻めていきたいと思います。それが投資、はい。無限の彼方へもう一緒に、はい。はい、ちょうちょがおったよ今。おう、3.5、外れそう、普通に。あら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 、チャンスよ。そんな気はしてるの、大丈夫、慣れてる。おっと、当たった。
読んだけど。今日からチームアニマル推しでいきます。はい、無限の彼方へ。ライブ初めて、絶対当たらないやろこんなん。すごい、俺フェスティバル見に来たのに全然ライブせんけん。やっちゃうよ、いけどういうこと。もう全然そういう煽りいらんけん。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。長くなるな。スロットとパチンコ打ってマイナス5万です。ライト向き合わないかんや。それは常々言ってることや。だから過去振り返っちゃいけないと思うよ。がしかし、まあ俺が打ってた乙女が最初のね、戦国乙女ね、うん、スロットの3、4千枚で出てて、なよさんが打ってた端が5、6千枚で出てて、マジで俺にやるの。いただいても後が出るっていう一番嫌なパターンよね。たまらんね。いやけどね、まあ散々言われてきてたわけよ、ガーデン川口って。やばい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 って。だからちょっともう朝からネガティブだったわけ。あで、けど乙女良さそうやったやん。いや乙女良さそうだったもんね。けどさ、なんかテンション上がらんかったわけ、ね、しかもちょうど希望が空いちゃったからね。そうね、なんかね、まあ夢見すぎたね、この前の秘宝に。そうね、俺もね、嫌いになれないんだよね、今日負けたけど。言わせたいよ、もう一回。はいはい、気持ちいいかったろ。やけ、あの昨日言いよったの分かった。あの高音ビリビリ言わせるんじゃなくて、ブラ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 みたいな、しびれん、うん、あのあと動き出す時の音もね、あの高音じゃないやん、ドゥドゥみたいなさ、低音でもないやん、中音って珍しくない。なんか無茶しないよ。いやそうないよね、一番いいよね。けども画面はもうめっちゃサイケデリックなわけよ。ぶっ飛んどんやあれ。やりたい放題。戦国乙女やったことあるね。やりたい放題やるおみたいな名前で紹介されたからね。やりたい放題ではあるけど。何やりたい放題。戦国乙女やりたい放題やってる。ゲストが触ってよかったから。負けたんよ自分の金で、やりたい放題言われてさ、でも歌うんよ乙女フェスティバル。オタクから搾取する上海です。俺の隣めっちゃ振り上げてボタン押すし、オタクは本当にお金持ち、それでもハンドル握るのは、図柄が止まるたびにおっぱい揺れるの気になっちゃうから、歌も出てこない。